はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さん、お元気ですか？こちらの Z さんのオーダーグラブのね、レストはパート6ですかね、多分ね。はい。たっと今日はね、進めましてですね、ウェブもつきましたよ。ライニング中心の内容になります。それでは、どうぞ。はい、じゃあパームレース入れていきますね。これはこっちに来て、よいしょ、いった。はい、いらっしゃい。審判道具を返しに来ました。はい、よし、た、はい、じゃあ逆巻きヒールいきますね。はい、じゃあ進めますね。ライニングって言ってましたね。ちょっと一回塗ったけど、さらにね、もうちょっと綺麗に、そしてしっとりとということで、今日はいつも通りですね、保湿クリーム、これを使っていく予定です。ほいでタオル用意しといて、でまずちっちゃめのブラシでもう一回ね、ほこりを落として、届く範囲だけどね。うん。で、使っていくのは、ワールドペガサスさんの指ブラシ。指穴用ブラシと、ユニックスさんのブラシ。こっちの方がちょっと硬いかな。で、あと、ワールドペガサスさんのガツ落ちブラシ。まずは、ガツ落ちブラシが一番、奥まで届くと思うんで、よいしょ。中の方ね、ちょっとゴシゴシしときます。ゴシ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 。よいしょ。
はい、そしたらもうちょっとね念を入れてこちらの硬い方のねユニックスさんのブラシでよいしょよいしょ、もうだいぶ砂はね取れてると思うけど、はい、そしたら今度は保湿クリームね、指が届く範囲は指で塗ります。はい、いいでしょう。よいしょ。うん。そしたら最後にこっちのねバルトペガサスさんのやつで仕上げしときます。もう軽くでいいですけど、まあ磨きの代わり、はい、じゃあもう一回ちっちゃいブラシで、はい、しっとりしたと思います。うん、グリスも入ったしね。はい、よし、いいんじゃないですか。キュッキュッね。
はい、いかがでしたでしょうか。ウェブつけてね、レース入るとかっこついてきます。かっこいいですよね。はい、ちゃんとシェイプも出てきてますね。はい、ということで、次の回はちょっと次回かどうかわかんないですけども、磨きの方お見せしたいと思いますね。お楽しみに。いつもありがとうございます。今日は赤星くんだぞ。久しぶりで二軍の成果お前見なくていいのかとか言ってかかってきて、いや見たいっす。あのこの間あの春先に全然ダメでちょっと故障があって、あのクワちゃんの教えの下でシャドーピッチングとかをしたりしてたのを知ってたもんですから、どれぐらいに復活して帰ってくるかなってことで、投げ方とかどう変わってきてるのかなって。で二軍の試合も何試合か拝見させていただいて、研究してるの、まあまあいい球投げてたんですよ、うん、だからまあ一軍ではどうかなとは思ってたんですけど、うん、まあ成果が見たいっていうことで、はいはいはい、あの赤星応援したいんで帰りますって言ったら、また同じことが発生するんですよ。座布団式やっていうと。ちょっと、はい、あの話の腰を読んでいいですか。じいさんはもう奉仕するばっかり、はい、お姉さんは奉仕されるばっかり、はい、お姉さんは S、 じいさんは M と考えてよろしいんですか。基本そういうことだと思います。おお、そうなんだ。僕でも違う反対の訳もあると思ってたんですけど、うん、ただあのお姉様の前ではもうこれはもう仕方ないんですよ。ああ、じゃあいい旦那さんになるんじゃないですか。ここで一生懸命昨日お皿洗っとけやりまして、掃除しろ。昨日は最初から勝ってたんですよ、うんうんうん、あのブリンソン君がホームラン打って、ああの人ね、あの例のね、そうです、僕がマインドをちょっと勉強させていただいて、でその後に隼人さんが犠牲フライ打って、うん、で吉弘さんがスリーランホームラン打って、うん、で 5-0 でまあ1点こそ取られたものの、うん、で最後にまた2点取られて 5-3 でまあ逃げ切ったという試合だったんですけど、うんうんうん、だから私をマッサージしたら勝てるんだと。え、今日もマッサージですか。おっしゃる通りなんですよ。で今日からランディさんが大好きなタイガース戦で、まあそういうわけにもいかないとは思うんです。強いの阪神。これはこの後述べます。あ、皆さん怒られるから隠していただいて。それ聞きましたよ。聞きました。これね、それなんか誰だったかな、 AT さんがいいこと言ったんですよ、うん、こんなの見せたらじいさん怒りますよとか言って、うん、でもそれ見たんですよ俺、はい、ここに飾ってあるなんか絵を、うんうん、だからもう俺もう二度と石原スポーツさん行かんとこうと思いました、あの時は。いや、河野さんが、はい、で、これそうですよ、それを聞いてびっくりしたんですよ。なんで河野さんがこれを持ってくるのと思って。河野さんのお友達が上司に買い物したと、はい、でそのお友達は買い物したら、はいはい、その日はキャンペーンでこのタイガースのシャツもらえると、はいはい、これだから今年仕様のあのなんていうの、背中にちょうど丸型になってて番号が入るやつですよね。ああ、そうだ。このセンスのない、うん、はい、で去年がウルトラの夏は、うん、もうすごい虎の絵がくるくる。大阪のおばちゃんが捨てたみたいなですね。もう、うん、河野さんよからぬことやりすぎですね、これは。いやだから厳重注意。違う違う、河野さんの友達がもらったのね、はい、これついてるからって、はい、買い物したら、はい、河野さんの友達はいらない、いらない。で河野さんに、はい、お前野球好きだろと、はいはい、あげると、河野さんもらっちゃったと、でも河野さんもいらないと。いらないですよね。だって河野さんドラゴンズファンですもんね。着る機会がないと。はいはい。着る気もないと。まあないでしょうね。もう他すのもなんだから、はいはい、石原スポーツに置いといてくれと。ああ。回ってきたわけです。で、ね、石原さんいいですよね。タイガースファンですから。いや。えいやいやいや。前から思ってたんですけど、じゃあどこが、強いて言えばどこって言ったら、絶対タイガースじゃないですか。違うよ。違うんですか。うん。で、ランディさんにあげればいいじゃないですか。ランディさん来たらね。はい。だからもうそれ本当にあれだから AT さんは僕はあの時は味方した、うん、ああたまには AT 君いいこと言うじゃないっていう感じで、はい、もうあれを拝見した時にあもう俺石原スポーツさんとこれで疎遠になるなと思いました。ジョイアンツのシャツ持ってきてよ飾っとくよ。いやいやいや、もうああ石原さんもついにそういう嫌がらせをし始めたかと僕は思って嫌がらせって、ということで、すいません、たった今これで10分経ちましたので、本当？これにて私今日は失礼。あ、そうですか。っていうのが、1本これで取れたでしょ。ああ、10分。あ、何さっきのさ、俺来たかったのか、バッティング練習の話来たかったのか。そしたら、ちょっとその前にとか言い始めて、もうこれで10分ですもん。これですもん。こうやって僕がどん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 自分で苦しんじゃって、時間が大変なことになっちゃうね。ねえ、本当に。ということで、うん、ここ3日間ほどの僕の生き様は、これで伝わりましたかね。伝わってないでしょう。
あの、はい、ここ3日間でお盆は何してた？お盆は。あ、で、お盆は、野間の海で泳いだの？野間灯台見に行ったの？行ってないです。あ、うん、野間灯台見に行くと大抵カップルがなんかごちゃ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 やってるんで、もうクラクション鳴らしたくなるんですよ。ちょうど通ってプーみたいな、はい、あ、今なんて流すんですかこれちょっとまたいろいろ考えていただかないといけないですけど、まあまあ、あの、したがってここからじゃあ1本目いきます。今からじゃあ10分ってことで、はいはいはい、1本目です。吉弘モデルのバットで、うんうんうん、で、あの最初ですね、うん、あの子供ですから、はい、振り方もわからないわけですよ、うん、そうすると、どこから教えるんですか？いや、もう本当に